IJ チャンネルシェアです、今回ね、まあ、動画でね出しましたね、反響を呼びました、1枚のギターをねお勧めできない理由についてもね、まあ、訂正とかね、釈明しましたけど、それについていろいろね、まあ、反響があったわけですね、それについて、まあ、コメントはね、たくさんいただきまして、ご意見はありがとうございます。ありがたくご意見はお受けいたしますが、まあお詫びするべきじゃなかったっていうのがありますけどね、まあそれはもう別に僕は関係ないです。で、気にせずに頑張ってください。僕別に気を落としてるわけじゃなくて、ただね、ちょっと誤解があるのは、誰かにクレームを言われて僕がお詫びしたと思っている方もいらっしゃると思いますが、それは一切ございません。自分が自分の動画を作ってみて、ああこれはちょっとと思ったので、動画を作って、でその一番重要なのはね、例えば1万2万のギターを買っちゃった人、買った後に僕の動画をこれから、まあ何年か経っても見た場合にちょっとがっかりくるんじゃないかなと思ったので、それはちょっと申し訳ないなと思って、例えば僕はですね、 J 少年が例えば10代の頃に8000円のギター買いました。その時にやっぱりいいも悪いもわからないけど、やっぱりね、買った時にはね、やっぱり頑張ろうと、ロマン、もうボロボロのギターですよ。ガットギターにね、鉄線貼るわけですから、非常にこう、でもそれでもやっぱりこうね、買った時はロマンがあったんですよ。ロマンと希望という意味があったんですね。なので、例えば僕の言ったことに、まあ間違いはないと思うんですよ。お勧めできない理由っていうのは間違いないと思うけど、もし買った人がいたら、ああ、ちょっと、がっかりさせたんじゃないかなというふうな感じで思ったので言っただけであって、間違ってない、その自分の言ったことは間違ってなかったらね、謝罪するべきではないというのはあってますけど、僕が謝罪したわけだから、別にもう人にどう言われようと関係ないわけですよね。なので、この件はね、もうこれで終わりにしたいと思います。だからね、あわよくばね、よし、考えるんだったらもうちょっとこうね、いうので言ったんですけど、1万円しかなかって、もうそれで頑張ろうと思う方にね、どうやこうや言う気はありませんので、そこらはね、誤解しないでいただきたいと思います。という感じでね、もう伝わらなかったら伝わらなかったっていいでしょうがないですね。僕はとにかくやるわけですから。そういった意味でね、僕は別にしょげてるわけでもなくて、誰かに言われたわけでもなくて、やっぱりギター購入っていうのはね、ロマンなんです。ロマン。ロマンをね、ちょっと僕、もうちょっとこう考えればよかったなと思うんです。やっぱり1万円だろうかね、20万円だろうがね、それはまあギターの質は違いますけど、買う人にとってはそれはロマンであってなくてはいけないというのがありますので、まあそれはね、弾きにくいとかあるけど、やっぱりギターは最終的には楽しくなければいけないし、ロマンでなければいけないし、でそれでもしやって自分が分かってきた時に、あ、糸巻きがどうだったんだな、原稿はどうだったんだと分かってくればそれでいいと思うんで、そういう感じで僕は思っているのでね、ちょっとこう考え違いしている方、誤解している方はそういう感じですね。いやいやという感じもいらっしゃる。それは一つの意見ですから、意見をたくさん聞きましたね。意見を述べていただいたこと、書いていただいたことに関しては感謝を申し上げます。ありがとうございます。でそれで僕はね、誰かに謝ったっていうわけじゃないんですよ。謝罪っていうのはね、どういうかな、謝ったわけでもないし、誰かを傷つけたわけではないけれど、もし いないかもしれないですよ。いないかもしれない人に僕は謝ったわけですよ。例えば1枚2枚のギター買った人がもし見たらって言ってるわけでしょ。買った人がもし見たらごめんねと、そんなことないよ、買っちゃったらもうしょうがないじゃないですか。買っちゃった人に対してね、ああ君失敗してるなんて言ったらね、もうクソですよ。なので、そういう意味で取らないでくださいね。なので、そういう感じで、もし買った人がいたらって話、いなかったらそれでいいわけですね。なので、こういう感じでね、まあ一応まあいろんな方がね、意見をいただいて、まあね、ありましたけどね、それはまあ意見としてあります。ただ、謝罪したらダメっていうことはないです。はい。僕はね、ガンと突き進むタイプなんですけど、悪いと思ったらすぐに訂正するタイプですから、すぐに謝るとかやめる。ただ、意固地になるところもありますけどね。だけど今回は自分で言っておいて、ああ、そうだなと思って訂正しただけですので。そういう感じでね、まあこの動画をね、作ろうかどうか迷ったんですよ。迷ったけど、ちょっとね、なんていうかな、どうなんでしょうね、小豆入りのね、アイスクリーム食べたらね、ちょっとこう気分がふわっとなっちゃってね、動画作りました。
はい、全然関係ないですけど、ね、という感じでまたこれからも頑張りますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 J チャンネルでした。